下回転サーブの出すコツは、まあ、下回転なのでこうラケットの面はまっすぐ上を向く角度をまず作って、で当たる瞬間に手首をこういう風に使う、うん、で僕の意識しているところは手首をこう最後までこう行くんじゃなくて、ちょうどまっすぐになるぐらいのとこまでで切って止めるような感じで出します。前腕というより手首重視。手首重視ですね。なんか脇をこう締める感じ。あ、締まってるかもしれない。内側にちょっと来てるような感じです。なんか後ろから締める感じ。はい。